また。簡単に解く方法あります。ここへっへっおなんでだなんでだクニタチベストチャンネル。こんにちは、今日はパッカーショーの中から登場しました。クニタチリストの松島です。さて、今日はちょっとした段ボールに関する、小ネタ、まあ、生活に役立つかなと思うような、まあ、裏技と言えるほどでもないんですけども技を披露したいと思います。はい、では、まずはじめに段ボールの潰し方をちょっと、披露したいと思います。まあ、ちょっと開いちゃってますけども、まあ、皆さんも通販等でいろいろなものを購入されたりすることがあるかと思いますが、ものを出しました、この段ボールを潰しましょうという時に、まあ、ここについてるテープですね、これ剥がすの、こうやってやるの意外とめんどくさいですよね。で、まあカッターだとかハサミを、使うことが多いかと思うんですが、別にまあこれらを使わなくても、まあ、簡単に、段ボールをテープを剥がして段ボールを潰せる、技がありますので、ちょっとご覧に入れたいと思います。まあ、床の上の方がやりやすいので、ちょっとこのテーブルの前に段ボールを置きます。よし、ですね、よく見ておいてください。ここを押します。押すとここに隙間ができますので、これをピュッと剥がすだけですね。であとはもうピーッと剥がせば、まあ、簡単にあとは潰すことができます。ここを押します。押すとここに隙間ができますので、これをピュッと剥がすだけですね。であとはもうピーッと剥がせば、まあ、簡単にあとは潰すことができます。こういう、はい、がっちり、はい、透明テープで止まってるやつもいけますかね。あ、これがですね、ちょっと厄介なんですよね。やっぱりですね、この横の方が上にあるとちょっと難しいんですよね。やっぱそれでじゃあ道具を使った方がいいっていうことで、まあこういう場合はまあハサミやカッターがあった方が早いです。次に、まあ、皆さん段ボールで縛った後に、まあ、紐がこんな余っちゃいましたっていうことが時々あるかと思います。その時に、まあ、ハサミやカッターがないとちょっと不便かなと思うんですけども、一応まあそういう時でも手だけで、切る方法、まあ、切れるやり方って言うんですかね、まあ、そういうのもありますので、ちょっとそんな小ネタも披露したいと思います。じゃあやってみましょう。こうやってぎゅーっとやって、でぎゅーっとやって、またまあこんな感じですね。最後です。皆さん、段ボールを十字縛りにすることが多いとは思うんですけども、その十字縛りの、簡単なコツをご披露したいと思います。まあ、算数の勉強ですね。まず、どれくらいの長さにすればいいのかと言いますと、まあ、横の表分と裏分がありますね。横の2倍取りましょう。はい、2倍。で、同じく今度は縦表分と
裏分がありますね。2倍。はい、2倍。で、あとは、紐で縛るゆとりが欲しいので、まあちょっと長めに30センチぐらい取っておきましょうかね。で、これで、紐を縛る長さが確保できましたので、まあちょっと、ハサミで切ります。はい。で、あとはまあ、まずは下を通して、まあ均等に、通しましたら、まず表で十字縛りですね。ぐっと。裏返します。で、コツとしては、まあ、この下を通してください。この下を通す。両方とも下を通す。下を通す。はい。よし。で、ここで、普通に縛ります。で、もうこれで、もう、意外と抜けません。ほどけません。だ簡単にほどく方法あります。ここ。なんでだ感じね。普通簡単に取れるんです。で、あとは紐を縛るゆとりが欲しいので、まあ30センチぐらい取っておきましょうかね。これくらい取って、で、これでもう十字縛りできる紐の長さ確保できてますので、まあここでハサミで切りましょう。ハサミがなくても切れる技を披露しましたけども、ハサミがあった方が便利です。で、まああとはこの下を通して、まず均等に揃えてください。上で。はい、これ均等に揃いました。で、表で十字にギュッと縛ります。はい。でまず、コツとしてはこの下を通しましょうね。下を通しましょう。で、同じく、こっちも下を通しましょう。はい。はい。下を通しましょう。ギュッと。で、下を通したら、あとはもう普通に、ここで、縛るだけですね。縛るだけです。キュッと。でもこれで、意外と紐の摩擦で強く締まってます。意外と、まあ、この状態ですと簡単にほどくことも可能ですので、ああ、失敗したなと思ったら、こう、キュッて引っ張れば、こうやって簡単にほどけますので。下を通して。はい、2本下を通りました。で、はここで、はい、ギュッと縛って、まあ、これでもうほどけないんですけども、ギュッと引っ張ればまたほどけるんですが、まあ、最後仕上げ、もうほどけないようにもう一回、キュッと縛れば、これでもう引っ張ってもほどけません。で、まあ、いい具合に縛ってます。で、はい、じゃあゴミが来ました。返してみましょう。で持っていけばいいだけですね。以上です。それでは追加でもう一つ小技を披露したいと思います。さっき最後にって申し上げたんですけども、ちょうど荷物が届いて、このバンドもまあ簡単に、切る方法がありますので、ちょっと披露したいと思います。まあ、一発勝負ですね。お願いします。カッターもハサミもない、どうしようっていう時に、まあ、簡単に取る方法。はい。まず、この、くっついてるところを上にして、キュッと、裏返してください。はい。で、ここを、キュッと切ります。で、あとは、とやるだけで、簡単に切れます。まあ、こんな感じで、ハサミもカッターもなくても、簡単に手で切れました。はい。じゃあプラスチックバンドもう一回ハサミやカッターなしで、切断する方法やってみたいと思います。これ裏返してここピッと剥がして、あとはここキュッキュッとやると簡単に切れます。以上になります。
これからも、皆様の生活にお役に立てるような、まあ、情報を提供してまいりたいと思います。では、今日はこちらに置いてあります段ボールを、パッカー車でちょっとデモンストレーションで、巻いてみたいと思います。リストさんでは段ボールも回収されているんですか？はい、私がよく依頼される、現場では、例えば、オフィスの、大量のパソコンを総入れ替えするっていう、そういう現場の場合、段ボールに入った状態でパソコンがたくさん納品されます。でそれを、まあ、段ボールから、パソコンを出して、まあ、セッティングするんですけども、その空になったまあ、大量の段ボール、あとは、クッション材として入っている大量の発泡スチロール、まあ、そういうものを回収してくださいっていう現場からの依頼は時々あります。国立リストチャンネル、これからもよろしくお願いします。動画がちょっとでも役に立ったよという方はぜひグッドボタンよろしくお願いします。国立リストチャンネルでは産業廃棄物の話以外にも国立市にお住まいの方にとって役立つゴミ情報もお伝えしたいと思っております。ぜひこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また見てね。